こんにちは、ベビチューブの若菜です。荷物とかで手が塞がっているときは少しでもいいから距離を稼ぎたいということで、私は自分も楽をしたい派なので目標を定めます。ちょっとでもね、頑張って歩いてもらえるように、あそこの角まで歩いてくれない、あそこの角まで歩いてくれたらママすごく嬉しい、助かるなってな感じで誘導していました。あんまり長い距離を求めてしまったら子供ってすぐ挫折しちゃうし、電信柱とかすぐ近くにあるお店とかお花を目印にしたりして、目標は近くに設定する方が私はいいかなって思います。お出かけの際はママの負担が少しでも和らぐように、抱っこ紐やベビーカーをうまく使い分けるといいですね。赤ちゃんの頃は泣いたらすぐに抱っこして、私は周りからは抱き癖がつくからあまり抱っこしない方がいいんじゃないとかいろいろ言われたけど、実際大きくなるにつれて抱っこする回数も減ってくるし、うちの子は次女が今小学校4年生なんですけど、今じゃ全く抱っこすることなんてなくって結構寂しいもんなんです。抱っこを求めてくる理由はきっといろいろあるんだろうけど、抱っこって大事なスキンシップでもあるから私は大事にしてほしいなって思います。